えー、皆様おはようございます。FX システムトレーダーの IT です。現在時刻はですね、あこちらですね。はい。えー、出ました。東京時間二千二十年六月二十七日土曜日の朝八時四十五分です。 えー、今えー、本日もですねえー、っと今週1週間の、えー、トレード結果の振り返りと、えー、来週のですねユーロドルのチャート分析を行いたいと思いますはいそれでは始めていきますまずはですね先週1週間のトレード結果の振り返りです、えー、まずはですねあの先週私が、えー、言っていたというか、まあ まああのこうしますよという方針に従って、えー、月曜日の段階で、まあ、いくつか、ね、あのポジションをえ生産しました。こ,じゃないですね、こっち側、えー、ポジションをこういくつか生産、えー、4つしました、まあえー、この4つの生産した理由というのは、えー、1日の間で,です、ね、あのユーロドルがまあ反転した際に ユーロ高側にちょっと触れた際にですね、戻ってこれないぐらいの価格帯のところっていうふうにしていました。で、まあ、ここの判断自体は結果としては正しかったです。で、えー、とですね、まあ、なぜならば、月曜日、6月22日火曜日でね、こう大きく上がって、ほとんどのね、えー、上昇分とか、プラスになってた分が相殺されちゃったかなんですよね。でですのでまあのここから でそれですね月曜日に、まあ、ちょっとユーロドルが上がったので、まあ、下に抜けなかったのであこれはちょっとね売りで入ってたポジションを端っこで今持ってるねこの1.14で入っているものを除いてすべ、えー、て生産しておこうと思ってと、えー、りあえず基本的には生産しました,ただこれもね考えてみたら、えー、この1.14で入っている1.140.5ロットで入っているもの これを除いて全てね、もう月曜日の朝の時点で生産しとけばよかったなというふうには思いました。まあ、こう端っこにあるもの以外を全て生産しておけば途中ね、どう動こうが、まあ、とりあえず利益としてはすでに確保していますしでまたこう上がって下がってっていうのがあってもそこのところでね、 もう1回そこで入り直せばいいしあの余計な、ね、マイナスになっているポジションを持たないっていうのは、まあ、割と精神衛生上いいのかなと思いました。えー、含み益っていうのは利益にはなってないんですけれどもそれでも数字が、ね、減ってしまうというのは、まあ、多少精神にくるので早め早めに利、ね、確、えー、して、まあ、利益を積み重ねていくことが重要だなと思いました。 まあ、利食い千人力というんでしたっけ確かそういう格言もあるぐらいですからねあの欲を書か,かない、まあ、欲を持つことは大事なんですが欲を書く、まあ、持ちすぎることはいけない、まあ、非常に難しいなというふうに思った次第です、はい、ということでね先週の結果なんですけれども89,127円のプラスになりました、まあ、そこそこねあのいいプラスになったかなと思います でですね来週のチャート分析に移りたいなと思います。ディールマップは消しまして、画面をねこちら引きにしまして、倍率は、ね、私はいつも大体80%のところで見ています。もうすでに来週の方針を書いています。 まずはですねローソク足が金曜日の時が、えー、木曜日金曜日の時点で、えー、20日 SMA、えー、単純移動平均線を下に抜けましたで、えー、さらに5日移動平均線で,ですね白色の 5SMA も 20SMA の直下にありますので、えー、下向きの圧力が強いというか、まあ、下向きの方にねユーロドルは下向きになってますよという可能性が高いなというのが示唆されています。で ですね、あの金曜日のところですかね、金曜日、ロソク足の高値が 20SMA に触れなかった。まあ、こう1回戻ったんだけど、えー、ど上にこう戻ったんだけど、結局 20SMA をもう1回抜き直すことはできなかったんですよね。えー、それがここの、えー、先週の金曜、月曜日の動きですね。金曜月曜月でこう 1>, 1回 20SMA を抜けてさらに1.14を目指そうとしたという動きがあったことと比べると対照的ですねまあここだけ何とも言えないですけれどもとりあえずまあそういったところからじ、えー、結果としてえっと上向きの圧力というのは同時線になって、えー、1回チャラいになりました、まあ、この十字線って ユーロドルがね、こう、ドル高側になったものを反転させようとしている動きなんじゃないかというような、えー、感じもありますがあ、ちょっとどうでしょうねっていう感じ。20SMA に高値が届かなかったのでね、そこのところには意味があるのかなと思います。はいえー、ということで、まあ、私自身は来週はおおむね、こう、ユーロドルはドル高の方にね、移動しようとするという、まあ、 圧は強いんじゃないかなと、えー、考えています。まあ、あとこ,この、ね、右側の,方のセンチメンタルの方でも、えー、60% of client accounts with open positions in、uh, this symbol expect the price to fall ということで、まあ、落下するのが多いよと言っているんですがこのセンチメンタルって 割とこう、含み損を抱えている人たちの割合っていう意識がありますので、まあ、ここの人たち、含み損を抱えている売りの人たちが、まあ、もう一回ね、あの一点攻勢をかけて、えー、下にね、持っていきたいと考えているはずですので、ま,あ、まだ下向きの、ね、圧力というのは残っているというふうに判断します。 これから落ちるというよりは今、ポジションを抱えていてあの今、抱えているポジションを比較して売りの方が多い、まあ、つまりは含み損の方が多いんだろうなというふうに、ね、考えられます、はい。ということからもあ基本的にユーロドルはまだまだ下向きになるかなと考えられます。まあ、あの私自身の想定としては今ここで 6月の19日、22日で22日と23日でこうユーロドルの価格が上昇した際に、えー、ユーロ高側になった際にこのまま1.14あたりまで行って跳ね返るんじゃないかなと、まあ、つまりダブルトップになるだろうと思っていたんですがそうならずにこう、ね、少し落ちるような感じになりました。 まあユーロドル、まあ、1.135ぐらい1.14のちょっと、ね、それよりも低い値までしかユーロドルはまあ上昇できなかったというところからも、ね、あの下向きの圧力っていうのは高そうだなというふうに考えています、はい、ただしですね下向き、下向きとは言っていますが1.12が今サポートになっていますこれは、ね、あの6月19、23日のところも同じサポートに乗っていますで えっと、もうちょっとね、引きにしてみますと、ここら辺かな。え去年の12月31日、この辺りのところの1.12っていうのがサポートになっていて、その前もかな、その前のところも、ここですかね、え8月、去年の8月7日で、ちょっと下ですけどね、ここのちょっと下のところでは1.11ぐらいか。まあ、そこは関係な、まあ、影響はないわけじゃないんで、 その前は、えー、と7月のところですかね、7月のところでもこれが、えー、とサポートになっていますね。この時は、えー、とヘッドショルダーって感じですかね。えー、という感じで、まあ、基本的に1.12がなかなかね、あの強い、えー、サポートになっているということが今示唆されています。 ですので、この1.12のサポートが、ね、入っているので、まずはまだまだもみ合いとしては、来週1週間はも、ね、み合いがどうなるかっていうところを、えー、様子見しようかなと思います。はい、ということで、えー、来週の方針ですね、えー。まずは月曜日。月曜日はとりあえず様子見をします。まあ、どう動くかっていうのが分かりません。えー、ですので、まずは、えー、日本時間あ、東京時間、 東京市場、えー、ロンドン市場、ニューヨーク市場、えー、それぞれの市場において、ま,あ、まずはあの、どの方向に移動しようとしていますよというのが、えー、動きがね、あの明白になるまではちょっと放置しておこうかなと思います。で、えー、売りポジション、まあ、売り側の方が優勢だなというのが分かったときですね。えー、っと、ちょっと待ってください、ね。そういう書き方をした方がいいな。えー、様子見をして、 売り側は、まあ、あれですね、えー、っと、ユーロドル売りが、えー、優勢になったら、えー、火曜日から、まあ、小ロットですね、0.1ロットずつ積み重ねていって、利確は1.10を狙っていきます。で、えー、とりあえずそこのところまで、売りポジションを積み重ねていきましょうと。 でですね、反発した場合反発、月曜日に反発した場合は、まあ、1.14がまず、えー、前回のレジスタンスになっておりますので、まずそこでの反発を待ってから、改めて売りに転じようかなと思います。基本的にそこまでは、ね、あの売りは待ってもいいのかなと思っています。はい、ということで、えー、来週もです、ね、方針としては売りを狙っていこうかなと思います。 まあやっぱり私ね、売りの方が得意なん、んというかさあの、性に合っているんですよね。なかなかこのあたりは難しい。両方ね、買いも売りも両方取れれば最強なんですけれども、ちょっとね、まだあの買いの方とかね、勉強が足りないなといか、練習が足りないなというふうに思っている次第です、はいえー。ということでですね、今週のね、内容はここまでとなります。えー、ご視聴ありがとうございました。